これはあ、そう、明日の配信メンバーのね、あのお題も私が決めるのかな、決めて発表するということで、ちょっとなんだろうな、はい、明日のメンバーをまず、発表します。明日のメンバーは堀ちゃんです。イエーイ、堀ちゃん。堀ちゃんへの課題はこの中からまず引きます。ポン、あ、なんか見ながら引いちゃった、まあいいか。はい、三重の伊勢エビ汁風、三重県産伊勢エビ塩、こちらを食べていただきます。これでやる課題はこちら、あ、ちょい足しね、ちょい足し生クリームホイップ、ホイップ、こちらを入れていただきます。え、私ちょい足ししました？私はないんだ。あ、明日はちょい足し企画だそうです。あ、そういうこと、あ、そういうことはい、ということで多分ちょっと 甘くなって甘じょっぱい感じで美味しいんじゃないかなと思っております。はい、では、カップスター和田生 CM、 生 CM でいいですか、生 CM。 はい、ここからは6月の特別企画、カップスター和田を、生放送でコマーシャルしようと思います。前回メンバーのいくちゃんが決めてくれたお題は伊勢エビ汁風と生クリームホイップの、はい、組み合わせです。イエーイってみんな言ってるけどさ、めちゃくちゃ不安です。だって伊勢エビ風汁って、伊勢エビ風じゃない、伊勢エビ汁風ってめちゃくちゃ美味しいのに生クリームが入ってくるってちょっとね、なんかもしかしたらなんかイタリアンっぽくなっていいのかもしれないし、これ単独の方が良かったなってなるかもしれないし、ちょっとこれは私だけなんかちょっとねネタみたいな感じになっちゃってますけど、いや、どうですか皆さん、美味しいと思いますかね、どうですかマイルドになるだけだよ、確かに。想像つかないですよね。だってひなことかさ、あの水炊き風のやつにあの柚子胡椒だったんでしょ。いいなぁ、いくちゃん美味そうって言ってる、みんな美味しそう。わだわだじゃない、わだ2個つきてる時点で思ってないでしょ。いいな、わだポジティブに、そうですね、ポジティブにいきましょう。では、はい、来ました、じゃーん、三重伊勢エビ汁風のわだです。とりあえずこのまま食べていいんですか最初。あ、めっちゃいい匂い。はあ、これあのもっとこってりしてるかなって最初食べる前思ったんですけど、意外とその食べやすいちょうどいいこう味付けで全然もうペロッと食べれちゃいますよ。いいでしょう、絶対食べたくなるよ。ちょっと汁からいただきます。あ、エビのね風味がちょうどいい、ちょうどよく入ってます。じゃーん、いただきます。うん、うん、おいしい。よっ、これはみんな好きです。あのちゃんと伊勢海老の味もしますし、出汁がやっぱりしっかりと出てて、あの、まあ、正直言うと生クリームを入れずにこのまま完食したいんですけどね、多分
よきところで生クリームが登場するのでそれまで食べたいと思います。あ、開きました。もう早い。もう一口。うん、うん、おいしい。はしくん、ごめんなさい、はしくん忘れてました。あ、卵丼まん、卵丼まんが好きです。そう可愛いんですよ、卵丼まん。ではではでは、じゃん、生クリームを、何ですかね、キャスティングじゃなくて、何でしたっけ、テイスティングじゃなくて、何だっけ、トッピングしたいと思います。いやー、どうなんですかね、これちょっとどれくらい入れるかな。じゃーんじゃーん。あ、でも見た目すごいなんかいいですよ、なんかインスタ映えみたいな、おしゃれ、おいしそう多すぎ、え、足りなくないじゃないです、ちょうどいいですよこれ、このね、わーわー、もう一切見えなくなった白い海あ、でも、あ、すごい生クリームの匂いあ、なんかでもさ、こういうさ、クリーム煮みたいな、なんか、いけそう、いけそうだよ。ちゃんと混ぜますね、こう味を。いただきます。こんな感じです。でもなんか、イタリアンっぽくなる気がするんだよな、イタリアンっていうか、なんかおしゃれな味。うん、うん、あ、全然いけます。なんか、なんだろう、子供が好きそう。うん、ちょっと甘みがこう入るので、こうエビの味がちょっとこう、まあ弱まりはするんですけど、生クリームの甘さがちょうど合いますね、この伊勢エビ汁風に。え、全然いけます。うん、なんか、え、全然いける。うん、うんうんうん、やっぱり元が美味しいので全然勝ちました、元のうまさが。もう生クリームには負けないぞっていうこの自信がね、出てますよね。安心しました。皆さん安心してトッピングして食べてください。はい、って言って、そんなには多くは食べないっていうね。はい、どうですか、今の見てて。まあ入れない方が美味しいまあね、もう完成した状態で発売されてるので、それはそうなんですけど、はい、でも全然想像するほどもう、え、まずいって感じじゃなくて、本当にそのエビクリーム的な味というか、うんうん、ちょっとこう糖分が欲しいなっていう時にいいかもしれないです。うん、意外と良きでした。